ガンバ大阪 U23 を指揮する宮本常康監督リーグののここままでの戦いいを振り返っていただきますまあ開幕して最初の頃っていうのはいろいろとこう経験が少ない選手がこの J3 を戦う時にうんまだそのレベルにこう面食らってる部分もあったりとかフィジカルのコンタクトのところとかでまだ戦えてないところもただ見られましたけどまあ まあ6月7月ぐらいに入ってきてからちょっとずつそういった力が伸びてきて、えー、いるかなというふうに思ってますで、まあ、中断明けからまたこう再開してね、えー、しっかりとした試合をしていきたいなというふうに思ってますけどね、うん、10代の若手選手が多くを占めるチームプロとしてのキャリアが浅い選手たちが多い中 宮本監督は何を伝えようとしているのかまあ全部を伝えることも難しいですしこう自分で気づいていってほしいところもありますから全部をこう言うわけではないですけどでもまあ例えばこう何がいけなくて何が良くてっていう整理をしっかりしなさいとかプレー面でもそうですしえ試合に向かっていくにあたっての,そのメンタルの準備であったり。 試合の中で起こる例えばミスを引きずらないようにするにはどうする方がいいのかとか、でも若い選手にありがちな自分が若い時を振り返ってみてもやっぱりこういったところが問題だったなっていうところはあるので、そういったところを伝えたりしながらあやってますね。あとは、うん、まあ試合の流れを感じられる選手になってくれとは常に言ってます。はい、まあご試合負けたと思ってようやく勝てたっていうところで、こうまあ選手は辛かった部分もねしんどかった部分もあると思いますし、まあなんとか。 やっぱりその試合で確認したのがあのやっぱりいい守備をしないとやっぱりいいその試合に勝てないぞっていうところがみんなに、えー、伝わったというかみんなが分かった部分で、えーまあ、それがあるとどの試合でもやっぱりベースにいい守備がしっかりできているとこう、うんまあ、試合自体がこういい流れになっていきますしそれをこうやっぱり時々こう、ね、安定しないところもありますけど、うんまあ、忘れずにやっていくところが大事だと思ってますね。第 福島ユナイテッド FC 戦以降毎試合スタメン出場をしているのがニュースの島本選手日に日に存在感が増してきていますまあレーンはまあ基本の技術高いですし、まあ、パスのいろんな、まあ、視野見れてるところも多いのでいいいいいタイミングでいいパスを出せる選手だと思いますね、まあ、そういったパスを裁くだけの選手にはなってほしくないので。 ボールを前にハーコップであったり相手からボールを奪うであったりこうミッドフィルダーの選手に求められるものを数多くレベル高くできるようにしろっていうアプローチはしてますし J3 出続けることによってあの体もねタフになってきて少し昔は怪我がちだったんですけどあの今はそういうのも少なくなってきてまあいい形で伸びてきてるとは思ってますね。 にしてもこう入ってきた頃はボールをさばくとの,のポジショニングをまあポジションを見つけるのがね少し苦手だったのがうま,うまくこういいところで顔を出せるようになってますし試合におけるその存在感というのも増してきてると思いますね高いにしてもあーボールロストっていうのが少し多かったんですけど昔はちょっと前はもそういうのも減ってきてますし。 動く質っていうところも上がってきてると思いますしまあ一味とかこう怪我してますけどもそこら辺のこう伸びというかねあのもうありますしそれぞれがまあ3年目の選手にしてもそうですしちょっとちょっっととずつみんなな伸びてるっててるいいいうのは間違いないと思ってますまあ成長は見られますけどでもやっぱりこう試合サッカーをね試合をねやる目的っていうのは何なのかっていうところでやっぱり勝たないとダメだと思ってますしそれは選手にも求めてる中でえじゃあ勝つために。 何をするのかっていうところでかつそのためにいろんな手段があるその目的を達成するための手段が例えばじゃあ走らなきゃいけないしどういう走りが必要で例えば相手が長野なのか相手が琉球なのかまた違うやり方があるわけでそれをやっぱり理解してそれをピッチの中で表現するようにとは言ってますね。でまあそ本当に負けず嫌いじゃないとダメだと思いますしの勝ち負けにこだわれない選手がプロとして対戦するわけないので。 やっぱりそのリーグ戦で勝ち星を重ねていくというのはも,うもちろん育成とはねゆえそのこの勝負にこだわる姿勢というのはものすごく大事だと思ってます。